皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。青鬼オンラインメイドインアビスコラボをやっていきたいと思います。さあ烈日の烈日の黄金鏡っていうのかな。さあやってまいりました。やっていくぞ。まず1回果たしてどんなステージになるのか。メイドインアビスね、あんまし俺も見てないんだけど、知って、この知ってがあれだから、さあカトリッチから鍵が出現、鬼うがちから逃げて扉から脱出しようということで、さあ鍵を取っていくスタイル、やっていくのはサイキックチュメリー。さてさて、どういうステージだろう。まあ大体初見殺しでいつも私やられるんですけども、ここもメイドインアビスの1階かな。ここはねメイドインアビスね、各フロアに各フロアに、下に、地下に降りていくみたいなストーリーだよね。で、そこでお母さんを探しに行くっていうんだけど、地下7階とか8階ぐらいまであるんだけど、その下に行くにつれて、いろいろとまずいことが起きるみたいなやつなんですけども、あそこに上に1匹、さあどうだ？これは爆弾を処理していって、しかも取れてない判定になってるね、1個目ね。さて、どうなるかな？向こう、とりあえず爆弾をやってって、青鬼が1体だけだから、あそこの上1体だけ気をつければいいって感じ。外側にもう1個ある。ちょっとじゃあ先に外側持ってっちゃおうか。爆弾5秒あるしね。さてで、そこに一発。俺どっから出てきたっけ。こっからか。これはちょっとあれか、効率、もうちょっと効率よく探っていかないとゲームオーバーになるのかな。なりそうだよね。でもね、 OK。 さあこのメイドインアビス大丈夫かな。これはちょっと正直言って心配だよ。さあ2個目、3つ目があそこか。ここだね、ここ。 OK。 でラストがあそこの鬼のところね。よし、行くぞ。さてさて、で出口どこだったっけな。そう、本当にこうね、脱出するときにね、侵食だっけ、影響みたいなのが果たして出てくるのかが、そこ私的には個人的に楽しみだったりするんですけども、さあ、鬼うがちが、これで解放される。さあ、こっちを見ろ、鬼うがち。OK。さあ、OK、行くぞ。すぐ脱出したいんだけど、こっから脱出する方法はどうやったかな。残り71秒、意外と時間がない。さあ鬼うがちからのこの無印青鬼とも取れるこのチェイス力、まっすぐに俺を狙ってくるっていう意志を感じるね。さてどうだい。さあお宝ゲットしたから、とりあえず地上に、あとは脱出するのみだ。まあ初見だからね、一発でクリアできることでしょう。ゴールダイス OK リコゲッチュー。さあこんな感じでね、メイドインアビスステージどんどんやっていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見に来てください。それでは明日の動画もお楽しみに。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。